はいどうもー、はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。で、毎週頑張っていきましょうということで、はい、頑張っていきましょう。はい、って何ですか。ちょっと危ない企画やっていいですか。何、いいよ。まずこれ、もう危ないじゃん。マッチ、マッチ。はい、これ頼んであったやつなんですけど、何、ろうそくなんですよ。はいはい、使いました。あ、これですね。なるほどな。炎に色がついてると。そう、らしいの。紫は紫の炎が出て、緑は緑の炎、青は青の炎、オレンジはオレンジの炎。これ普通の炎だな。で、赤は赤の炎な。うん、でこの右が2つは普通。これね、これをね、全部まとめてさ、うん、何色になるのかっていう。なるほど、炎を全部混ぜたら何色。ただ5つをさ、そうだよ、混ぜるプラス火やったら絶対なんか生まれるよねってなる。混ぜるのは危険を混ぜて燃やすみたいな。そしたらもう絶対爆発するじゃん。いや、だから色とかじゃない可能性はある。うん、いける。おお、この絵すごい綺麗だな。ねえ、ちょっとさっきお味噌汁違うよ。違う違う違う、我が家ではコップないからは、お味噌汁のサップをね。はい、いや、ほらほら、あ、オレンジだ。ちょっと時間経つとかなりオレンジになりますね。おお、すごい。なんか何色そ、普通紫ね。あ、これ紫だわ、かなり。ああ、素晴らしいね。思ってるよりしっかり色が出るね。黒い赤だね。赤黒い。いや、まず火事になるんじゃないかってなるよね。それはまず普通にね。普通に。で、ついたら多分全部に広がるから、やばくなったらこれかけよう。消してって言ったらすぐ消してくれ。すぐな。お願いします。じゃあ行きます。はいはい、せーの。危ない、危ない。あ、行ったんだ。お、消してくれ。おお、おお、お、すごいな、ちょっと落ち着けんな。これで落ち着けないわ。すごい、火柱立ってるんだ。こんな高く登る？こう見るとすごい。なんか変な線入ってる。線入ってるよな。七色の炎になったんじゃないでしょうか。まあオレンジだけど、オレンジだけど、なんかね、下の方は青なんだよ。みんながね、見るより多分ね、実際に見た方がすごいと思う。なんか幻想的だよね。うん。じゃあ7色目ができたっていう。はい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。熱っ。おお、あっ。ピーチなあ。紙をとりあえず下に落としちゃって、で自分の上に持っていけば。え、何、もう一回。カメはそこの隙間から線落としちゃって、そうしたらカメこのバネでビヨンビヨンって登ってくるんです。